はい、それじゃあ集会所上位の攻略に挑んでいきたいと思います。まずはこちら、じゃあワチャからスタートしましょう。いたずら好きの起源キツネなんだ。しまった。ちょっとデカめだね。うわー、届くかい。落ちてる。落ちてきた。よし、はい、クリアです。ちゃちゃちゃ、ごはん金冠でした。でかい。はい、続いてビミーとの遭遇、アルセルタスとの戦いです。落とした。違う。なんだなんだなんだ、間に合わなかったか。落とした、成功。はい、オッケー。鉄壁の盾ガニ、旧砂漠ですな。うわ、タックダウンは。やっぱり武器弱いし、スキルもいまいちなんだな。うわー、はい、クリアでございます。続いて迷惑な会長と毒会長。よしよしよし、来るなって。なったよ。仕掛けます。はい、これで1投目捕獲成功。続いてゲリオス。いや、強いわ。体力をね、削れてないんだよね、思ったほど。当てどころが悪いかな。これでどうだ。よっしゃ、はい、無事帰ってまいりました。出し出ております。テクエストラカノトトス、キリュウ、了解です。はいはい、ノートです。気流に出るか。はい、じゃあ行ってきましょう。はい、気流の水流緊急クエストに挑戦です。来ましたよ。食べた。自動で釣り上げる模様。さあ来た。早速発見です。危険にならない。疲れた。危ない。あんまりダメージ与えられないな。はめるな。なんか来てる？どうあるか。
足は、焦りすぎた。ここは我慢。わあ、我慢だ。なんだよ、これやばい。ふざけんな。やっぱ2頭は厳しいな。だよ、めちゃくちゃ打ち込んでるぞ、こっちは。やられた、やばい。ブレスからの連続攻撃で死ぬ。あぶねえ、もう必死だったか。なんとか倒しました。銃はすごい。アンダーレフ5到達です。最小なんだ、でかいけどな。はい、なんとか生き残ってまいりました。吹き出し出ております。はい、アンダーレフ5へ昇格です。ホストガローがまた出てきたから、なるほど、はい、話聞いてみましょう。はい、行ってみましょう。境界から地底火山、さまざまなモンスターが出ております。うわ、いっぱいいるね。ありました。はい、それじゃあ引き続きねクエスト挑戦したいと思います。はい、それじゃあ周回所星5アタックかけたいと思います。装備もちょっと一新しております。より攻撃力アップしております。さあ行きますね。まずはこちらフクロウからですね、行ってみましょう。知性あふれる野鳥狩猟。あはー、眠い。あー、サンキュー。なんか飛んできてる、影が見えましたよ。ユリオスか。終わってきましたよ。オッケー、捕獲です。はい、続いてはゴージャリは踊りかなっている。これは相性はいいんだけど、やっぱ地味に手強いっす。オッケー、拾んだ。あー、嘘だろ。捕獲完了。続いてザボアザギルの狩猟依頼。ダメージコース、危ない。早い、もう怒った。怖っ。何、なんでウサギが来てんだよ。はい、捕獲完了。ヤンカルグアのせい、怒ったよ。これタイミングよく見て、オッケーです、仕留めました。ロガン流ボルガノス出現。はい、到着。いきなりかい。
問題はこちら水の銃。うん、早かった。光中効かない。ああ強い。避けらんねえかい。斜め前に行くんだ。はい、来た。やっぱりそうだな、怒ってない時だと音爆弾で引っ張り出せるんだな。あ、倒した。はい、無事クリアしてまいりました。話を聞いてみましょう。お、今度の緊急クエストは少しきつそう。指定されたのはタマミツネ&ガムート。両方成功させなきゃ次のランクに上がれない。それは厳しすぎませんか。了解です。はい、ガムート、ちょっと見ときましょう。妖艶なる舞、不動の山の神ってことか。いやー厄介だな。わかりました。はい、それじゃあですね、続いては緊急クエストに挑戦したいと思います。妖艶なる舞。はい、発見いたしました。さてと、あ、食らった。了解です。うわ、怖え。うん、微妙だな。荒れてるなぁ。あ、食らった。危なかった今。ちゃんは怖い、まあ、やばかった。うるっ、危ないよ。 泡やばいよ。うわー、食らった。
っと怖いよ。疲れてるのかな。間に合うか。また食らった。取ったよ。危ねって、危ない。アンファ食らっちゃダメだ今。危ないって、その尻尾やめてよ。すげえ声。見えない、見えない。まあ危なかった。来ない、もうちょい来る。めちゃくちゃ怖い。なんだその攻撃。まずい、怖え怖え。正面がすごい迫力あるよ、怖さ。パワー食らった。危ねえ、危ねえよ。一旦回復します。うー、頭は欠けてますよね。セビエ狙いますか、どうせなら。来るよ、攻撃壊し。あー食らった、ナイス。ありがとうトモ。また食らった、転んだよ。いや強いな。めちゃくちゃ強い。移動した。来るよ。はい、倒した。はい、チャンス。ああ危ない、もう一回来る。危ないって、あんまりブレス吐かないんだよな。ああそれは痛い。 OK、だいぶ打ってますけどね、疲れてます。弱ってきた。追いましょう。OK です、捕獲成功です。はい、続いての緊急クエストは不動の山の神様ですな。はい、発見です。またこれまたでかい。なんつーでかさじゃ。
動きは速くないですけど油断はできない。遠距離攻撃も持ってる。なおかつ坂道というのが当てづらい。横に水平に打つしかないですね。地形は縦はまずい。寝た？マジで睡眠武器か。いきますよ。焦ったな。何かと思ったら寝たんだね。また武器まとったよ。うわあ、タイミング難しい。突進してくるスピードが遅いからか。ダウン。穴中心に狙いたいですね。だけ鼻狙いたいんだけども、すごい正面に立つと途端強くなるよ。落ちた。捕獲可能率出ました。ナイス。はい、捕獲完了です。チュンチュンチュン。全然ゴミばっかり。鼻の毛も出ないし。はいはい。なんとかハンターランク6たどり着きました。はい、無事生還です。ハンターランク6へ昇進です。和田龍の墓場か。了解です。聞いてみましょう。星6。おはあ、これも強敵ばかりです。ミニオドスまで出てきたし、イビルジョーがいますね。ただ今回はキークエを狙って比較的やっていきたいと思います。うわ、すげえな。まだいる。いや、これはすごい。エモーラージャン出てきてる。わかりました。
はい、それじゃあですね、引き続きクエスト挑戦していきたいと思います。